エルは海みたいだって思うよ。今日のエルの運勢は忘れ物に注意だって。君名前は？こうやってエルと二人でいる時が好きなんだけどな。どうしたの？何してんの？おお、運命に左右される人生は悪くないんじゃない？ゴビ砂漠で豚飼ってるおじさんが怨霊と戦う夢。なんだそれ。